いつもありがとうございます。ワルソネコのコペです。どうもお世話になります。ワルソネコのタックスです。今ちょっとマドモアゼルローズバド映ってるんですけど、だんだんこの胸元に近づいていくようやけど、やっぱりこのアクセサリーの色がちょっとね、はい、あのマドモアゼルローズバドなんかこう紹介するのになんかちょっと欠品があるとかいう話ちょっとこの前したんですけど、ありましたね、ちょっとねカバンとかいろいろなかったよ、靴とか。そう、その辺は解決したんですけど、まあこのネックレスの色ですよね、これなんとかしたいなっていうのを思いまして、なんかこうふわっとして輝きがないというか、カビが生えとるとか、サビが出てるわけじゃないけど、なんかこう酸化してなんか膜ができとるというか、そう、表面がなんか白く濁るんですよね。これって多分見たことある方多いと思うんですよ。オークションで買ったりね、メルカリとか中古買ったりとかしたり、あともう昔から持ってるブライズのメタルのパーツがなんかこう、うん、っていうのがあるやん。ありますね。だからなんかこうあからさまに錆びてるんじゃないけど、これなんとかならんかなっていう方結構おられると思うんですね。錆びの方も解決していきたいですね。はい、そしたらよろしくお願いします。お願いします。というわけで今回使うのがこの白いボディで緑のねアクセントが入ってる色のボトルなんやけど、はい、これなんか見たことあるやん。ネジザウルスリキッドって書いてますよ。これ自体は結構新しめの商品なんやけど、はい、やっぱりこれねネジザウルスって名前もなんかあるやん、はいはい、だけどこれはあの何よ、工具じゃないのよ。そうですね、リキッドですから液体ですもんね。そうそう、でまだプシュプシュ入っとるやん、はい、でこいつが何がええかって言ったら、サビがあったらのけないかんやん、はい、でもその時に速攻性があって、はいはい、そしてかけたらすぐできる浸透性、そして何より中性な安全性、なるほど、とにかくこれ楽な。でこのネジザウルスリキッドなんやけど、はい、ここがええのよ、中性な。ほんで鉄と銅と真鍮とステンレス、まあほぼネジ全部大体のネジですね、大体の分いけると思ったらええわ。要はなんかネジってなんか錆びてるからなんか動かなくなってるのもいっぱいあるわけで、そうそう、まあチタンとかなったらね錆ること自体とかそういうところに使わないんでええんやけど、うん、このネジザウルスリキッドやけどとにかくね中性っていうのがすごく良かったから、はいはい、でまあ今回のブライソンのネジなんか、うん、どうせ鉄や、まあ、ステンレスかもしれんし、まあ、なかなか、うん、まあ、ほぼねボロボロの鉄やし、アクセもそんなええもん使ってないのよ。まあなんかそこまで言ったらあれですけどね、うん、でまあネジザウルスといえばこのボディというか、はい、あれが見たことないですか、このペンチのやつ。あー、これね、あのネジをなんかこう掴んで回せるっていうやつですよね。そうそう、でネジで掴んで回すとペンチと同じやんやったら、はい、いやいやでもね、ネジの頭が潰れてもうたら回せんやん、はい、そういう時どうするかって言ったら、このペンチの先にこの掴むとこの溝があんのよ。あ、本当だ、あるあるある。でこの分がちょっとねこうへこんでるの、ネジの形に。なるほど。でそれでこういう風にネジががっつり掴めるっていう。おお。これでネジを先で回すっていう、うん、でこのネジザウルスを作ったところが出してるリキッドなんよ。おお。だからなんか錆びてるから外れない。うん、だからだったら初めに錆を落とそうと。ああ、うん、そんな簡単に錆が落ちると。そうそうそう、これとにかくその前車とかバイクとか、はい、ちょっとまあなんかこういう修理系アンジョルとかやったら、はい、みんな多分使ってると思うんやけど、うん、特に車とかね外で乗るやんバイクとか、はいはい、俺もまあこれ好きで買ってるんやけど、うん、これを今回道路の用品に生かしていこうと、うん、じゃあ試していきましょうか。はい、ここで改めてローズバードのネックレスの方見ていきますね。はい、まあ、こんな感じでか、もう明らかに輝きを失って白くなってるのが分かると思います、うん、あ、で今回一緒にこのクリップね、はい、うん、もうよくあるクリップですよね。こちらももう酸化して色が変わってしまっているので一緒にやっていきます。万年塗料皿に入れてこうプシュプシュっといくと、はい、ここも早送り10倍速ぐらいかな、はい、そうですね、うん、でこれもう泡が出る、あ、もうこれ1分。そうですね、クリップの方とかもう茶色いのが出てるの分かりますよね。もう次で2分ぐらいかな。そうですね、うん、だん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 ね、はい、その茶色なんやけど、はい、これサビが溶け出しとるって言うてええんかどうかわからんやけど、うん、なんせサビ出てきてんのよ。そうですね、ネックレスの方もあの塗料皿の縁のところに紫色が出てきてるのわかると思うんですね。あ、ちょっとなんかわ左の上というかね、はい、右の塗料皿の結局それがなんか浮いてきたサビというか酸化の部分ですよね。だからあの白いモヤモヤも一緒に取れるかどうかっていうところなんよ、はい、うん、でプラスチックを一緒に漬け込んだんですけど、それが無事なところを見ていただきたいと思いますね。多分まあ何よ、わざわざプラの分の方にも反応はないと思うから、もうツヤツヤ見えてきましたよ。あ、だいぶなんかモヤモヤというか、あの腫れてきたというか。そうですね、だからもう泡がなくなってきたっていうことは、はい、反応が終わったっていう、そういうことですよね。もともとこの何リキッドなんやけど、はい、ほぼ透明なんよ、うんうん、ほんで、反応が起きたら紫色になって泡が出ると思ったらええわ。そうですね、だからネックレスの周りも今茶色いのが結構見えてますけど、うん、でまあここでまあ10分11分経ったかな、そろそろ、はい、これなんやけど、まあちょっと今回まあちょっと20分、はい、置いとこうかなと思って、もう10分でも十分な感じにはなっていますけどっていうところですね。なんかもう何左側のシャーレというかあの場あるやん、はい、もうなんかもやー
ーっとなんか紫色の煙みたいに出るもんね。ですね。あれって内側の酸化も結構取れてたので、そうそう、もうそこからだいぶ出てきましたね。もう今ここで15分目が来るかな、もうちょっとしたら。そうですね、もうほぼ何を反応した泡も消えてきて、うん、だん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 落ち着いて、もうね、うん、泡があったのがもう分からなくなりましたよね、うん、右側のシルバーのアクセの方も、うん、なんか鉄のあった部分だけちょっと紫が残るというか、うん、紫とか茶色とかになってますね。そう、17分これも結構でもなんかあれやね、20分もしなくてもええかもね。十分ですね。でここで一応18分経ってちょっとしたところでもう一回ね追加を、そうですね、これ以上反応がないかをちょっと見ました。そうそう、なんか液が下手るんかな。ほんでこれなんですけど、はい、この1回使った液あるやん、はい、これ別にもう一回この中に新しいの入れても反応します。あ、すごい、うん、でということは置いとける。そうそうそう、まあでも本当は捨てた方がいいけどね。まあねで匂いはちょっとします、うん、でこれまあね、中性なんで手で触ってそのままこの、うん、あ、もう何よ、紫のが残っとるやん。そうですね、水に入れた段階でか中からワーンとなんかこう出ましたよね、色が。洗ったらこれこれこれ中から出ます。そうそう、まあ、これで水洗いしてもう最初の液を完全に除去しまして、うん、でまた水分が残ってたらまたサビの元になりますから、後でちゃんと拭いてね、その辺は拭いてね、はい、うん、まあでもなんかこの水自体もこれ一応精製水でやってるんで、はい、まあそこそこ綺麗には落ちるかなと。そうですね、うん、あ、でまあこれ水で溶けるやん、はい、うん、でも今色も残ってないぐらいなんで、うん、まあよくすすいでやる、まあ本当は流水でやるのがええんやけど、そうですね、なんかもう同じ画面でずっと行きたかったから。そうですね、でこれでまあ水で洗ったらティッシュの方とかになんか色がつくわけでもなく、うん、綺麗にすすげてんなと思って。そうですね、もうこれであとは水分しっかり取ってあげて仕上がりということになりますね。そうそうそう、まあこれパッと見てるんやけどそんなになんかね、うん、なんか戻ってるやん、もういけてますね。このクリップの方も取っ手の方もなんかちょっとピカピカになったんよ。ほんで泡につけてない方、うん、もうなんかちょっと綺麗になったんよ、泡がちょっとついたから。あ、そうか、浸透するからちょっとついたらそこから広がりますもんね。そうそうそう、だからあ、このぐらいでいけるんか思って、うん、これは勝負が早いですね。まあ、だから20分つけたけど実際10分でもいいんじゃねっていう、うん、あ、温度が高い方がちょっと反応が早いみたいなのが書かれてるので、でもなんか温めすぎ注意だよって書いてるけ、そう、夏場の外なんかでやりゃ、そうですね、もう普通に夏場にやれば効率がすごくいいんじゃないかっていうところですね。だからちょっと何ベランダとか言わんと、うん、窓際でちょっとタッパー置いて、うん、その中でプシュプシュってやりゃええし。そうですね、一応これ注意やけど、はい、あのメッキはちょっと避けた方がいいね。メッキはちょっと違いますもんね、うん、だからプラスチックのメッキにとかいうのはちょっと違うかなと思うんで、あくまでも金属製のね、はい、もうそれでお願いします、うん、でまあこれでまあ治った方なんですけど、はい、まあ、こんな風にもう全くこすらず、だから最初やっぱりサビがついてるって言ったらこすってのけるっていうイメージがあるじゃないですか。そうそうそう、だからなんかこうメラミンスポンジとかああいうのでやる方おられるんですけど、うん、どうしてもムラになって残ったりしますし、そう、やっぱり研磨剤とかで磨いたらどうしても ね、うん、まあそんな感じでもう一回付け直してみたんですけど無事シルバーが戻りましたね。そうやね、でもねこれだけやったらなんか何を新しいに変えたんちゃうのと、はい、ないのがないんじゃないのということで、うん、ちゃんと比較の動画出してますんでこんな風に、はい、もうこれぐらい使用前使用後明らかですね。そうだから左側がね元のなんか白くボケたというか、うんうん、だからもうずっと飾ってたらやっぱりこの白くなってくるんですよ。まあ ねやっぱりだけ今になってもやっぱりこう何金属系のアクセあるやん、うん、チェーンの部分とか、うん、あります。だあれなんかこう磨いていきたいなと思うんやけど、うん、あの何ピカールとか磨く分のいろんなあるやん ね、あれってどうしても粉が残るんよ。そうでもう汚れるしチリガイ持ってきてほんで歯ブラシ持ってきて、うん、でまたやんめんどくさいやん。そうこれやったらポンつけとくだけでそうもう10分15分でかこんなにピカピカっていうようなことになるので、うん、だからもう家にあるねちっこいタッパでもお皿でもええし、うん、別にお皿使ったってあれやったらええんやから。そうですね、まあ、そういう意味ではなんかすごくなんかこう簡単に、そうそう、でまた傷もつかずにっていうことで、それで、ね、液体だから他の分のも金属のなんかアクセあるやん、はい、あれも一緒にやったらどうですかっていうことでいっぺんにつけ込めるっていう。そうですね、だからなんか材質の確認だけは大事ですけど、そうですね、もうメッキしてないタイプの普通に金属の、うんうん、タイプでしたらこれ使えますね。そうですね、ブライスだったらやっぱりね、はい、最近でもあのバックルの部分だけどうにかしたいとか、あ、まあ、赤輪とか、そうですね、うん、その合皮がついとんだったらそこだけのけてやらないかんけど、あ、そうですね、まあね、あの昔のあのチェーン部分とか、うん、今回だったら一緒に透明のプラスチックもやってますからそれでいけたんで、はい、そうですね、プラスチックは全く影響なかったです、うん、まあ、でもプラスチックとか金属自体に何かしらのメッキがされとる場合はちょっとまあ今回試してないんで、そうですね、うん、ちょっとまた違うかもしれないっていうところですね。なんかメッキ自体に何かこうモヤが出るってこともあるやん。 あ、 ありますね、うん、あれとか、あ、でもあれとか結構ね、あの水で拭いてものくんで、あ、うん、そういうもんなんですね。で、ま
今回とにかく金属としてか、ね、鉄、うん、銅、真鍮、ステンレスは OK っていうのがもう書いてあるので、ですね、だからブライスのアクセサリーに使っとんで、うん、まあ、ガチの金とかいうのがないと思うんで、シルバーアクセサリーとかではないので、うん、そういう意味ではなんかこう広く使えるんじゃないかなと思います。そうですね、まあ、なんかブライスについてるアクセサリーでメタル系で、うん、メッキがされてなければ、だけどその地の色で真鍮とか、うん、まあ、鉄だったら多分裏に書いてるやん。ああ、そうですね、うん、箱には書いてあるんですけどね、うん、なかなかそこまで見ないんですけどね、だからちょっと昔の聞かれたら分からんけど、ああ、そうですね、うん、でもなこんな感じで10年以上経ってるアクセサリーでもこんな風に元通りになりますので、全然擦らずに、うん、だからもう1回目に触るかもしれんけど、はい、まあ、ピンセットとかちょっとなんか使わない割り箸とか、うん、はいはい、歩んでいけるし、私素手で行ったけど全然大丈夫でしたね。あ、だって洗ったら落ちるんで、うんうん、そういう意味ではなんか安心安全なアイテムかなと思いますね。そうですね、うん、というわけでアクセサリーなんかこう白く濁って困ってる方とかお試しいただけたら幸いです、はい。そしたら今日はこの辺で、最後までお付き合いくださりありがとうございました。皆様のお役に立てればと思います。どうもありがとうございました。